上海市民弁平和学校は、中華人民共和国上海市歩島新区に位置する、独立法人学校である。参加に小学部、中学部、高校部があるし、小中高一貫教育を実施する。1996年9月に創立したら、上海市内と外国の学生を招致した。上海市歩島新区の壁運国際コミュニティにあったら、多い外国人と交流することができる。 その理由によって、中華人民共和国教育部の要求の以外に、国際的な教育制度も導入。小学校から中学校まで、英語の学習の機会が多く、全部英語の教材も使用。また、小学、中学部の中に融合家庭部もある。その家庭部はすべて外国の教育制度と評価体系を使用。前に独立な国際部と呼ばれた。しかし、 現在に、上海市教育局の要求を答えたら、融合家庭部と解消し、小学、中学部と合併した。高校部では、中国の9年生義務教育の制限がなかったら、世界少所組織及びオスドを採用。高校部を入る前、入学試験がある。成績が高い学生は、アイブドップを採用される。成績が少々低い学生は、オスドを入る。 中国の不変な教育システムと異なることは、負担も少なく、質量も高い。そういう通り、外国の大学から卒業した、またはアメリカ・イギリスからの本土教師を招致した。小学部に生徒650人、中学部に生徒441人。生徒はほとんど中国人であり、外国人もいる。小学部に教師59人、中学部に教師41人。 その中で、小学部の副主任は、ジョイン。中学部の主任は、李俊来。家庭は、必修科目、選択科目、成長類科目という分別。必修、中国語、数学、英語、科学、技術、音楽、美術、体育など。選択、中国の古典的な詩、詩、スペイン語入門、コンピュータープログラミング、処方、サッカー、バドミントン。 ピアノ、ギター、野球、海洋研究など、60つくらいの科目がある。成長類、基本的な生活技能訓練、安全教育、マナー、人柄養成、社会実践など、融合部で、外国人学生は別の部より多い。教師の30人の中も外国人の10人がいる。主任は、アメリカのカレン・マク・アダムス。外国人教師の管理主任は、 カナダのクリストファー・ヘイズ。基本、中国語、英語の文学、人文、数学、美術、体育。以下は特別な年齢に対応する新しい習う科目である。5年以降、音楽。8年以降、科学。8年から、物理。9年から、科学。他の選択科目もある。中国語、英語の能力が不足の学生に対応して、 低い学年にその言語を学習する対策がある。IB ドップとオスド体系を使用。IB 項目の主任はジョア IB ドップ初入校の学生は8から9月間にアメリカの大学で学習して未来の大学申請や大学生活などを準備する。そしてプレ IB を参加し、イギリスのイジュシエシシー体制の一部将来的 IB 科目を学ぶ。 正式の IB 学習時間は2年であるから、高校1年で学ぶことはすべて以後の継続学習のために準備である。学科課程、言語と世界文学、外国語、人文社会学、実験科学、数学と計算機科学、芸術と選択科目。課程でほとんど普通レベルと高級レベルがある。学生に対する要求は3つの普通レベルの科目と3つの 高級レベルの科目を選択する。コール過程、CS a、創造、行動、含む、特区、知識論、e、EE、知識拡張性論文。オスド1 0年、11年にアイブドップの過程を採用。カナダのオンタリオ州教育庁の全部英語教材、及びカナダの本土教師の授業。高校1年生は、初入校の数月間にカナダの学校で学習して、 未来のために準備する。以下は2017年3月31日までのアイブドップ家庭部の学生の主な進路である。万校長増進守る中教総支部初期、副校長、吉香る中教総支部副初期、起立検査委員会初期、副校長小越来中教総支部委員、副校長、池田下傑副校長李勲校長補佐。ありがとうございます。